ここからは瞬足レモンパイをさらに可愛くコーデする極上テクを教えちゃうわよ。おしゃれメガ盛り瞬足コーデファッションショー。まずはこの秋の最新運動会限定モデルっす。2011年秋の運動会限定モデル瞬足史上最軽量の 120g。 めっちゃ軽いから走りやすいっすよ。個性的なマルチカラーのキュートなデザイン、運動会では足元から目立っちゃおう。それじゃ花、投稿コーデにおしゃれメガ盛り。イエローカラーをベースに淡いピンクの元気系ポップコーデでゴー。さらにシューズに合わせて可愛いピンク T シャツもコーデ。運動会限定モデルのカラーはもう一色、ブラックベースにネオンカラーがクールでしょ。さらに派手盛り、ブラックのモデルに合わせた思いっきり派手なネオンカラーの投稿コーデ。ヘアもほどいてラフな感じ決まってる。アナ、どっちのコーデもベリーキュートよ。うん、グッチョ。次は女の子のために開発された瞬足スリム。この瞬足スリムは普通のシューズより細身の構造になってるっす。これなら足が細い子でもガンガンいけるっすよ。それじゃあユナのおしゃれメガ盛り、テーマはイメチェンコーデ。一つ目はスポーティー、ピンクのシューズには薄水色のファッションがベストマッチ。ポニーテールもとってもキュート。そして瞬足といえばこれ、定番の縦の力、左右非対称のスパイクにさらにこの縦の溝によってよりコーナーが曲がりやすく安定して走れるっす。イメチェン2つ目はガールズロック。ちょっと大人のエナメル風素材にポップなカラー、ブラックとピンクを使って大人系ファッションに。ヘアもほどいてロックにイメチェン。ユナノ、素敵にイメチェンできたじゃない。うん、グッジョ。次はコーナーで差がつくウィングブレード。両サイドとかかとに大型のスタビライザーを搭載、コーナーでの安定感がめっちゃすごいっすよ。ブルーにイエローの爽やかなシューズは体操服もフレッシュに着こなせちゃうわ。それじゃあミキ、おしゃれメガ盛りよ。テーマは休日のお出かけコーデ。一つ目のお出かけコーデはサックスブルーの靴にポップなサーフ系ファッション、楽しくお買い物に行っちゃおう。そしてハイパージャンプ、高反発素材でジャンプしやすく、衝撃吸収素材でかかとを守ってくれるっす。そしてつま先に注目、縄跳びに引っかかりにくくするため反っているっすよ。2つ目の休日コーデはピンクの靴に合わせてゆるかわコーデ、大きめの服にパーベスト、リボンも合わせればベリーキュート。どれもポップでキュートっす。さすがウサピー様。当然。以上おしゃれメガ盛り瞬足コーデファッションショーでした。チャオガール、どうだった？どれも可愛かったね。瞬足はカラーが綺麗だよね。だからおしゃれが決まるんだね。急いでゲットしよう。瞬足はお近くのシューズショップで購入できるっす。このポップが目印っすよ。このポップっすよ。これこれ。みんなもお気に入りの瞬足を見つけておしゃれに。